はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化黒金イベント用の独身術選手作りですね。今回はサードでやっていきます。例によってサイリスさんとナナイを連れてきて、ギブソンジュニアを入れてます。降格砲欲しいですね。サードなんでやっぱり打撃メインのキャラにしたいんで、まあ、アーチストとね、降格砲両方取りたいですね。あとちょっと技術要員としてビクターを連れてきて、でちーちゃんとねホムラちゃんは、早球骨ですね。サードなんでねやっぱりそこも、上げていきたいので、早球骨を取りつつできればストライク早球も、取れればいいと思ってます。じゃあこれでいきましょう。まあ、ギブソンジュニアがね降格砲不確定なんでそこがネックですね。なのでちーちゃんもねアンダー製造機を狙っていくと、まあ、不確定組がちょっと2人になっちゃうんで、ちーちゃんはヒートアップにしましょう。だとこの編成だとね前4なんですよ。前4なんですけれども、まあ、サイリさんとねホムラちゃんがイベント数少ないんで、まあなんとかなるかなとは思ってます。じゃあコツ、ギブソンジュニアか。まあ、ギブソンジュニアはねちょっとコツをくれない子なんで、この子はくれたらラッキー。おお、ありがとう。満塁男。ここでサイリさんが来るとすげえ助かる。ありがたい。でギブソンジュニアはねミート依存なんで、ちょっとイベントがね完走する前にできればミートを上げていきたいですね。まといべキャラはねちーちゃんとギブソンジュニアだけで、ちーちゃんもねイベント数が少ないんで、ギブソンジュニアが結構進んでいきそうな気がするんですよね。どうしようかな、悩むな。ビクターも結構初期評価は低いのか。ビクターは技術ボーナスが乗るからちょっと筋力が関係ないか。特にだな、マジで特にだな。かといって練習しないのもね、黒金は本当損になっちゃうんで。おお、金か。そりゃそんなんあったな。で今回は、ミートのアピールで来てます。ここをどうするかか。肩がゼロ。まあビクターの評価上げていくか。ビクターのね対左もね結構技術使うんで、対左は5にしたいですね。さて重要な金儲け。なんか6のやついねえな。宝塚にしとく。大金持ちか。持ちは前回な一気に稼がせてもらったからな。でも宝塚は成功難易度が低いね。手堅くいくか。手堅く50円払って OK。 250円。よし、こっちか。危ない危ない。あんまりね早く進まれちゃうと困るんで。さて何が売ってる。あ、パワースナック買おう。ぬいぐるみもまあもちろん買うでしょ。サイリさんがね最近本当に彼女にできないでいるからね。クリスマス前に敏捷精神か。筋力図鑑ね、筋力図鑑買っておいても良さそうだよね。ちょっと筋力図鑑買っておきますか。今回はナナイとあれがいるんで、ここ3人いるけどね、ちょっとサイリさん最優先でいこう。最初の方はね体力がなんか知らないけど上がってくんで。てかここまで自己紹介伸びるか。ギブソンジュニア、ビクター、そうだね、これでいこう。ちーちゃんはね小モテなんで初期評価高いのがいいですよね。なんかなんかだな。
サイリさんでいくか。サイリさん、サイリさんはどうだろう。でもサイリさん、あれ40にしたんだっけ俺。結局クライオンだから40まで持ってけるんだけど、ちーちゃんとかね上げてないんですよそもそも。38レベルとかだったらプラゴなんだけど38レベルみたいな。まあまずまずか。まあいいでしょう。そう、ここら辺がね、なんかどん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 下がっていくからね。で、7位の金徳もまあ毎回見てるやつですね。で、毎回同じアーティストを取りに行くと。で、購買部は除きましょう。ジュース系はちょっと買いだめておいて。あー、筋力が10円だね。いいね。あれ、70円のやつ買っちゃった？イブシギンチャンスメーカー。金は取っておこう。金は取っておく派で、サイリさんはとりあえず乗った。ホムラちゃん全然ダメだな。まあ、サイリさん乗ってるしな。ギブソンジュニアもまあ乗ってるっちゃ乗ってんのか。ビクター、練習レベルをね上げていくっていう意味だとここら辺をやった方がいいんだけどな。筋力バカにするか。あとね、12月でね2つ下がっちゃうからね、練習レベル。コツが来てるね。7位か。これどうする。コツ、せっかくのコツだからな。ジュース G 飲もうか。で、7位のコツを取りに行こう。タックが発生してればね、パワーヒッターの書が取れたんだけど、まあまあまあいいでしょう。これで逆境が潰せるんで。で、商品補充がされましたと。そうか、前イベがちょっと重いからサイリさんが来る確率がちょっと減るのか。で、ビクターの金徳は進めていきましょう。またコツがあるね。何が増えた。パワーバット回高っ3しか上がらないからね。B 勝者1個買っとくか。こんだけでいいよね。ちょっとここは無理だな。ちょっと無理だよ。おとなしくメンタルでビクターの評価上げていこう。ありがとう監督。ギブソンジュニア進んだね。1回目そっち行ったぞ。2回目がちょっと発生したらミートを気をつけていきますか。金儲け、まあ、一応これで体力は全開と。500円あるね。いやちょっとこれはマネちゃんでいこう。手堅くいこう、手堅く。 OKOK。 アロマホイール祭りとか待ちらねえわこれ。あ、間に合った。サイリさん間に合ったのはいいけどさ、アロマオイル祭りってなんやねんマジで。これ10円のさ、そのなんかなんとか祭りとかだったらさいいんだけどさ、その経験点ポイント祭り高いのがさ祭りになってもちょっと買いきれないからあれなんだけど、いやこれはねマジらなんだこれゴミやゴミこれマジで在庫処分できないよ。7位よし。これでパワーヒッター2の確保はできたな。いやいいわ7位マジでいいわ。もう毎回言うよ、絶対毎回言うよ7位いいって。俺持ってないっていうのもね、この7位の魅力をさらに引く。またシラスかよ。なんなんだこのシラスとか言ってひどくないかシラスとか。パワーヒッターを買おう。買おうじゃない、使おう。おこれはダブルタッカー来てんね。しかもサイリさんいるしね。技術は稼げるね。110か。ちーちゃんの方がもらえるのね。結構 DVD か、売ろう。でこれはもちろん進めていきましょう。
コツ。ギブソンジュニアかちーちゃんか、どうする。パワージュースを使うか、まあ、先にデート1回消化しておくか。やっぱりね、後の方も余裕があった方がやりやすいんで。おっとっと、2回目が来たよ。やっぱり進むね。まだ年内だからな。でギブソンジュニアは何が下がった。あ、守備と肩か、まああまり関係なさそうなんで。一応ねアプリでは強化されてんのか。 B まで持っとこう。これよし、アプリでは強化されてるんですけど、サクスペでは強化されてないよね。ギブソンジュニア確かね、アプリで強化されて金徳がね選択できるようになったと思いますっていうコメントをいただいたんで順調順調、まあ、金儲けは今のところ順調ろくなアイテム出てないけど。いや、アロマオイル祭りはなちょっとやられたよな。あとシラスね、シラスに毎回やられてるよね。1600円、両縁機がモテモテになってもしょうがないし、これちょっと買っとこう。小村ちゃんがね少ないんで、臨床強化性点かハイボールキャッチャー、あーモテモテになっとく。200円か、いや高いよな、200円はちょっと高いよね。筋力強化きっと稼げる気がするんだけどな。130円か、いやちょっと貯めとこう。またビクターとあれか、7位。いやコツはなあ、まあここだな。ちょっとダブタックでいこう。いやでもコツの方が良かったかな今更だけど。ビクターか何もらえるかね。ちょっと打撃練習図鑑か、悪くはない。よし、こっちが先に発動してくれたけど、まあ B まで上げてればなんとかなるでしょう。そう、どのラインで変わってくるのかっていうのがよく分かんないからね。でここはまあバットでいきましょう、まあ、これもね割といい確率で緑解くの遅れるんで。ギブソンジュニア、ただ7位のコツか。いやレベル1の練習すげえ経験点低いな、すげえ経験点低いけど、やっぱり精神が足んねえしょうがない。ちょっと18とかコツ、キャッキョーまあしょうがないよね。あ、来た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 、頼むぞ撃てよ。おいゲッツーだ、広角打法、広角打法が取れたまあいっか、しょうがないよね。まあわざわざちょっとこのためにね作り直すのもめんどくさいんで。いやー、ギブソンジュニアねちょっと低めかな成功率は。ここまでやって成功しないんで、ギブソンジュニアちょっとさらに広角打法をもらうのはもったいないんで、ちょっと広角打法取っちゃおう。で、コツ、まあ、コツをくれるかどうかって言われたら分かんないけど、満塁男取ってなかったね。まあ練習だよねそりゃ。あー、サイリさん足りてねえわ。サイリさんの評価上げようと、モテモテになりたい。こんなんでモテモテになれたら羨ましいよな。大吉だよし、あとは金を稼いでそれを使いたい。ゆかり様に行こう、金はあるんだ、頼むぞゆかり様お願いします。おおほほほ今いくらあんの、初じゃな、これも買いまくろう。でビクター2回目ですね、まあ、ビクターもねあの体力削ってこないんで全然いいですね。イベント内容はこれ買う、とにかく、まあ、これち先に買いまくったよくやる。これ高えけどな。あ、パワーヒッターがある、買おう。これでもう掴もう。
でミートバット回3アップの3アップの3アップ、それでもまだ1000円、ときめきラブレターも買っとこう。ちょっと多くなってきたか、打撃使ってねえわこんなもんか。ででパワー火を取りましょう。よし、これで7位のコツはもう全部掴んだね。満塁男も掴んでおこう。逆境はまあ取れるとき取っとくか。精神が不足してるな今回は。雷くん入れてないからね。おお、ダブルタック。一応コツを見よう。ビクターはね対左欲しいんだよねマジで。ただダブルタックだよね、まあ、こっちだな。いくつ ?134 か。やっぱすげえな。稼げるは稼げるよね。打撃練習図鑑、お、いいね。どうしようかな。まあ、いくか。もう一回いけるか。まあ、切り上げよう。60円で OK。で、7位の2回目ですね。パワー G のくせに。よく飛ばすよな。それほどまでにあのおじいさんのアドバイスが良かったのか。いやー、降格法欲しかったなー。小村ちゃんがまだだね全然。ちょっと待ってね。パワー1上げとくか。どこまで上がる。50まで上げとくか。でタックがな来てないけど、ちょっと小村ちゃん上げたい気もするけど、体当たりとかまだ取りたくない。こっちでしょ。ちーちゃん逆境は掴んである。練習か。まあいいでしょう。でここはデートだね。こいつの死んだ方ってどうなんだろう。おお、いいねいいね。まあ無理だね。あ、ギブソンジュニアも無理だね。おとなしくデートしましょう。こっから先はマジ回復のターンだな。デートで回復して、金儲けで回復して、さらにバレンタインで回復と。もう絶対有り余るわ体力。これはちょっとやめよう。一回痛い目見てるからな。普通に精神ポイントを取っておきましょう。金儲けと。あ、そういや1月追加のあれが来なかったね。まあいいか。マネちゃんでいきましょう。ここは手堅く。うん、上々。バンバンは来なかったけど、このバレンタインとかも絶対回復しないからね。もうあんまり回復しないで経験点いっぱいくれるキャラとかでもいいのかな。でも結構あれだよね、経験点ドバーッとくれるキャラはいないよね。まあ、ここで固め打ちをゲットか。よし、ありがたい。技術はちょっと取っておく。流し打ち、ビクターのコツが潰せるんで取りましょう。ときめきラブレターは1個あればいいよね。精神取っとこう、足りないから。技術一応取っとこう。なんか対左が取れなそう。ジュース買っとこう。まだ800円あるからね。打撃使うでしょ。で、忘れないうちに流し打ち潰しちゃおう。固めは1でいいよね。特に練習がないか。サイリさん、あげよう。今回、かわいいなんちゃら系が来てないから、サイリさんの評価が全然上がってない。で、ここで早急か。まあ、体力も1回減ってるし、タイミング的には悪くないかな。あれ、これちなみにどっちだ、前とあと。おお、いいね。あと指か。助かるわ。前ちょっと詰まってるからな。マインドどうする？いやー、やっぱりでも、
選球眼が欲しいかな。積極打法はあれがあるからね、ビクターで取ったかんね。うわタックが来てないか。いやこの2人こっちに移動しろよっていう。けまだ乗ってないし、サイリさんも、ちょっとサイリさんあげよう。ホムラちゃん、これラッパワーがねほとんどあれだからね。いやここでね経験点上がってんのも助かるわ。おーし補充された。どれだ、かわいいぬいぐるみ使おう。これも買おう、これも買おう。パワーバットラッキーセブンか。パワーバット買いはもういらないな。ちょっとそこまでの余裕はなさそう。 7% か。どうする、1個使っちゃうか。パワーチュース確実にいこう、確実に。の7位。まあもう7位はね全部コツを回収してるんで。いやいいね、 PSR だからねのプラゴだからね。ここは下にしよう、確実に取っとこう。もうギブソンジュニアがね失敗してるんで、2つ失敗はしたくない。ヘッスラを掴んだんで珍しいな、ヘッスラを掴む前にヘッスラを掴めるとは。何言ってんのって感じだけど、ヘッスラを取る前にヘッスラを掴めるってことですねじゃあもうムードも取っちゃうか。そこら辺のホムラちゃんのなんだかよくわかんないコツ、なんだかよくわかんないコツ、ヘッスラ安、体当たりもまあ安いね。でタイムードじゃなくてムード丸か。で金儲けで回復して、金儲けで回復して多分ラブパワーがなくなるんだよね。どうする、手堅く行きたい気がするな。バイトで991円でしょ。いや行こう、もう強気に行こう。 OKOK、 OK, OK, ありがとう。今回ゲーまあいいや、金に物を言わせるか。ここら辺でねなんかすっげえ高いいいやつが高騰してると結構痛いんだけど、どうだ高古びた壺、これどうなんの。200円、まあ一応プラスだな。あんまりいいのないね。筋力は大丈夫でしょ。アイテムはデラックスが1つか。ちょっとこれを1個買って瓶賞2つ買っとこう。もう金に物を寄せる。いやこれも買っちゃおう、金の1000円以上あるから大丈夫だな。これも1個買っとこう、取り置きっていうか持っとこう。でちょっとパワーは B まで持ってきたいような気もするんだけど、そこまでの筋力が足りないか。対左がないね、対左ないとちょっと無理だかんな。左キラーはビクターを優先させるか。ビクターはこっち来ないけど、で3月、なんだかんだでもう3月か。そろそろやっぱりデートも、これどうする。経験点をもらっとくか。あれこれなんか失敗するんだっけ。戦士が下がった。だったら去ってった方が良かったね。何、あ、ジムチケット、ちょ、あ、許可設定結構安くね。ジムチケット欲しいよね。いやーでもポイントだな。で DVD 売ろう、 DVD を売っちゃいますと。70円くらいだっけ。あ違った150円か。売れれば結構でかいな。よしよしよし、金はいいね。金はビクター、ビクターは来ない。なるほどね。ちょっとギブソンジュニアちょっとくれるかな。くれるね、粘り打ち。3OK、 とりあえず3では、3ではつかめたけど、つかめたけどだよね。どうしようかな。
ちいちゃん単品だとまあ着感の低さはあるからな。何回目？あーでももう2回こなしてるといえば2回こなしてんのか。いやちょっと1回やろう。あでも50は手に入るのか。練習レベルが4だからね。てか練習レベルこれ5か。金儲け。いやまあこの40はでかいよね本当に。1200円。まあ100円失っても大したことないし、お前に任せるよ岩井。 OKOK で穂村ちゃんも終わりと。チャンスコツを掴んでスカウトさん上げておこう。でこれの安いやつも爆買いしよう。100円も買おう。27安いね。180も安いね。精神も安いね。精神も安いね。これが1個だけ残った。これ使っちゃおう。っていう感じか。コツが来てるので、ギブソンジュニアやろう。サイジさん、まだか。あれ粘り打ち。そうだよね。掴んでないよね。まあ、いっか。ワンタック小村ちゃんはまあでも取らなきゃいけないのは取ってあるから、粘り打ち安5だからな。デートがでも進んでないのか。まあ進んでないとはいえコツ足すタックはやっぱり結構おいしいんでやりましょう。臨床ポイントありがとう。30円もくれんだ。よし補充頼む。なんかいいの来てくれ。いや微妙だわー。ちょっと精神と敏捷、技術使おう。技術はちょっとほんとね取れなそう。とにかくあれが左キラーだって235でしょ。1個も取れないとちょっとここはデートだな。さすがに進めとこう。いや対左のさ書はさ、まあ、前回までだったら結構売ってたのにね。毎回買ってたよね対左。おいいね。こういうのでね体力が減ってくれるのはほんとありがたい。また魔の5月だ。魔の5月。ちょっとここはゆかり様とバイトしよう。オッケー、50円を安定して稼いで、ちょっとマジで合格打法ローボールしかないか。ネックレス買っちゃおう。技術強化聖典か。買ってもまあ落とせるよね。これ買おう。絶対忘れないように買っとこう。小村ちゃん、いやビクター来ねえな。どうすっかな。アベレージヒッターもビクター持ってるからね。ちいちゃんからちょっとアベレージヒッターパクとこう。チャンス、まあいいか。チャンスはやっぱり5で掴みたいからね。100円でいこう。消えろ。よし、オッケー。100円でね消えてくれるとねマジで楽。SOS 今頃か。どうする。別にモテモテになる必要もないしね。これ上なんだっけ。なんか手に入ったよね。なんだか忘れちゃったけど。これもサイリさんの評価さっきのなんだっけ買ったやつでマックスになったと思うんで。うん、あれ精神ポイント41だけか。サイリさん OK でしょ。特に何もないからデートしよう。4回目か。来たーこれゲーセン行こう。スタイリさんとゲーセンか。何するんだろうな。野球ゲーム敏捷10。悲しすぎる。コツピクター。ピクター来たねー。かといってねアベレージヒッター直取り150、これどうなの。
72の96すげえ使うな。いやでもアベレージヒッターも直取りは無理だからな。ちょっとアーティスト先に取っとこう。粘り打ちと粘り打ちはだってもう取ったもんね。流し打ち取った。阿部引か左かどっちかか。頼む。まずはコツをくれることがいい。コツをくれることが優先。コツくれ。よし、どっち。アベレージヒッター。ただまあこれでアベレージヒッター取っちゃおう。あーもう6月か。早いねー。やっぱり黒金は早いねー。月日が経つのが。どっちがいいのこれ。岩井くん600か。マックス600だな。よしこれいこう。攻めるぜ今回は。まずまずまあ300。ただいいアイテム今回出なかったね。その400円系のやつが。まあ、金はあるけど、ちょっと敏捷ポイントも稼ぎつつ。OK。まあ、たまに失敗するからね、これ。追いつかれたみたいなこと言い出して。スカウトさん評価上げておく。かっこいいサングラスは選球眼。まあ、技術必要になりそうだよな。ちょっと溢れそうだからな。一回、使い切ろう。パワーはやっぱりな。最終的には A にしたいからね。守備は一応 D まで持ってこう。ゲッ、足んねえ。かなり足んねえな。 C でいっか。一応これでまあもうちょっと欲しいね。筋力がもうちょい欲しい。なんか使ってないのとかってあるんだっけ。ミートバット買い、パワーバット買い、守備、あっゲッ、守備グラフ。まあいっか。ミートパワー、まあ、永遠を目指すとしても、3だよね。筋力足りてないから買うでしょ、まあ、そもそも。買おう。技術も買おう。アロマギフトって買わないと補充されない。あんまり金を使うとね、補充された時の。45円、買おう。これもよし、クリア。ここで行こう。誰もいないけど30円もらえんだ。コツ、ビクター。おお、ビクター来た。コツくれ、マジでコツくれ。ビクターコツ、よし3、 OK。 とりあえず3でいい。よし、補充もされた。270円だから400円系が来たら買えないね。いやだいぶ減ったわ。だいぶ減った、マジで。まあ、ぬいぐるみもいらないしな。連打、ゲッ、達人の極意がある。無理だよ、こんなの。最後の最後で達人の極意が来たけど、買えないわ。デートしよう。そうだ、一回空デートが発生してるから、次が4回目だ。いや、金儲け自体はね、結構うまくいってたけど、最後のあれが買えなかったね。っていうかさ、他の買っとけよかった。金200円くらい余ってんだから。何かしらやらかすよな。コツがあるから見ておこう。ならないか。スカウトさんもいるし、練習しとくか。一応今回はね、あの最後にホムラちゃんもね、エピログくれるんで、若干そこは楽になるかな。あれ、スポーツジムチケットは結局買ってないんだよね、一回も。で、アーティストはもう取ったんだっけ。取ってあるよね。早急はちょっとじゃああれにして、左キラーもちょっと取れるときに取っちゃおう。で、パワー、待ってパワー S まで持ってけっかな。 A にするとどんくらい必要なんの。27か。あ、3なのか。ちょ、パワー S にしよう。多分いけるでしょう。あともうでかいパワー使うところあったっけ。
攻撃法もね別に取ることないし、失敗してるから。少し取り遅れたけど、相手の守備がしょぼくてヒットになった。おお、打ってけなかったね。まあいいか。練習次第ではデートをしたいけど、いいね。ギブソンとナナイがいるから筋力も結構乗っかってるね。よし、次デートしよっか。じゃあタイ力回復の意味も込めて一応見とく。ギブソンジュニアやっぱくれるな、まあ、練習レベルが5っていうのもあるけど、精神がなちょっと低いからな。独身術が厳しいんだよね、3で取らないと。まあ、これは完全に確率かな。独身術は3で欲しい。頼む。3331。イベント的には全部こなしたよね。左キラーとちゃうか。どうする、ちょっと先に独身術を見よう。独身独身独身、ヒトップすっげー使うんだけど精神が足んねえ精神不足に悩まされてんな。このアイテムはいつものアイテムか。黒金用のアイテムじゃねえや。お待たせ。おお、2点取られてる。黒金追う展開で迎える1回です。バッターはセルミ。これは見よく、はっきりしたボール球。第2球投げました。これはでもボールでしょ。カウンター2ボールのストライク。投げました。ストレート入れば同点だ。いった。お、満塁。黒金勝ち越しのチャンス。これ満塁男だったよね。ワンアウト満塁で。あっと、いった。満塁ホームラン。黒金リードで迎える5回です。あー、なにー、 OK。 なんでこう点をめちゃ取られるかな。こちらは1塁という場面でセルミ、今日5打点を挙げています。投げた、きた、いった。これ普通にさ、完全にコンピューター任せだったら勝率めちゃ低そうだよね。黒金はね、ちょっと今回スポーツジムチケットまた使えなかったからな、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。タック走塁。ホムラちゃんとかそういえばさ、これ多分初だよね。1個使おう。ミートバット使うか。ミートはもう A だな。 A で止まる感じだよね。精神がないからね、精神がないんで、ミートバット使っちゃおう。使えるときに使って、パワーも使って、守備も使っちゃおう。守備4上がるんだ、これ何なので、ホムラちゃんと練習して、これホムラちゃん多分総力スパイクくれるよね総力1上げられる。よし、精神が上がった。やったやったやった。ビクター、技術はもうだいぶあるね。そうすると、これでコツをくれれば対左。よし、なんだかんだで5に持ってけたな。流し打ちを変えたのがでかかったね。じゃあちょっと重いんで、これどっちなの。100か。3で掴めたのがでかかったね。3で掴んでもあれか。ヒートアップはちょっと精神が足んないから置いとくしかないよね。もうちょっとね、肩を伸ばさないといけないんで。ストライク送球取れなかったのはしょうがない。最後にね、あのセンス丸取れる5。おい、何なんですかマジで。やべ、出てて助かったわ。ツーランになったから。ゲッ、パピオン。
ナー一塁という場面で、もうマジで俺が点を取るしかないからな。本当にひでえよな。完全に外れた。パピオン足速い。あんま足速いんだ。外角高め、直球だいぶ警戒してるね。カウントは3ボールノーストライク。パピオンって別にさ、盗塁なるとか持ってないよね。いやよくわかんない。野手のあれを見たことないんだけど。もう全部俺だよ。点数全部俺。ざけんな、もう6対6とか。初活か、シュート。あ、初活はね、でも逆だった。こっち左だ。第2球。これはでもボールだからね。完全なボール球。こうか、どうしようかな。投げた。と思ったら外してきたね。スライダーがこっちに曲がるのか。マジで何なんですか。シュートどっちに曲がるの。6か。ホームランが出ればスライダーさよならの場面です。ツーアウトだからさ、完全にさ、俺がなんとかするしかないと思ったら抜けた。鶴見ヒットを放ちます。かー、負けたか。あそこでホームランを打てなかったのが。いやでも頑張ったよマジで。まあしょうがないよね。サードはもうこれでいきましょう。よかった、あのなんだっけ、バットとか使っといて総力スパイクは使えなかったけど、バットとかミートとか使っておいてよかったな本当に危なかった。結構でかいからね、あの3つ44だもんね。まあ、小村ちゃんが最後ケアしてくれるから。で結局いくつ6900か。で、まあ、送球はちょっと掴んでおいて、キャヘッド掴んで、なんだかんだでヒートアップ取って、まあ、ただね、肩はね、精神使わないからね。無理だな、パワー S できなかったな。守備じゃあ C にしとくか、セックスだから。技術も余ってるしね。ミート A に持ってける?持ってけんね。で、あとは、技術か。技術を結構使うやつがいいな。守備職人サードだからか、高速チャージか、意外に高いね。まあ、買っとこう。で、まだ技術が余ってる。これちょっと、上り調子取っちゃうとな。だいぶ微妙だよな、打開。速攻か。速攻たら技術はあんまり使う。打球伸び困った時の打球伸び、一回取っとこう。で、で、で、打開とかいいんじゃない。で、技術だけ余ってんね、またちょっと打開があれか。もうちょっと技術を使わないといけないのか。接戦臨床が余ってんね。本塁生還、これどうだ。お、なかなかいい感じだぞ。ポイント消費はよし。で、走塁1上げてという感じですね。まあ途中で負けちゃったのと、ギブソンジュニアの降格法が失敗しちゃったんで、まあやっぱサードはな、もうちょっとだけ強くしたかったけど、まあしょうがないですね。とりあえずこれでいきます、こいつは。まあ、金儲けがね、だいぶうまくいったんですけど、最後のね、やっぱりあれも取れなかったのが、いろいろと悔やまれるところはありますね。まあこれだけね、いろんな要素が絡んでくるんで、本当に全部が全部ね、うまくいくっていうことは黒金はほぼないと思うんで、まあこれで良かったとしましょう。というところで、じゃあサードはこれで終了したいと思います。次はもう普通にまたショート作っていきますんで、まあよかったらまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。